オランダの交通機関オランダには2007年現在27箇所の空港が存在する。そのうち、舗装された滑走路を持つ空港が20箇所ある。また、1万フィート以上の長さの滑走路を持つ空港は2箇所で、アムステルダムスキポール空港とソーステルベルフ航空基地である。旅客定期便を持つ空港は利用客数の多い順に、 アムステルダムスキポール空港、アイントホーフェン空港、ロッテルダム空港、マーストリヒトアーフェン空港、フローニンゲンエールデ空港である。世界第一位の空港は、アメリカのアトランタ空港であり、旅客数は8937万9287人で、ある。日本の空港では羽田空港が第4位の6682万3414人、成田空港が、 第24位の3547万8146人である。KLM オランダ航空2004年にフランスのエールフランスと経営統合し、エールフランス KLM の参加に入った。他に、KLM オランダ航空の子会社で短距離輸送を主とする、KLM シティホッパーがある。他に、オランダの航空会社としては、トランサビアやマーティンエアー、 ダークフライが定期旅客便を持っている。高速道路網道路の全長は2006年現在 134,981km 万である。オートスメルウェグもしくはオートルートと呼ばれ、全長は2006年現在 2,604km で、路線数は46路線で、欧州で最大の高速道路密度を持つ。 最初の建設は1936年であり、デンハーグ近郊のボールブルグからゾーテルメーア間が開通した。その後、1960年代から1970年代にかけて急速に整備され現在に至っている。なお、1980年代以降の建設はほとんど行われておらず、1990年代以降では、 ランドスタッド地域でわずか 100km 程度が整備されたのみである。近年では大都市近郊における渋滞も大きな問題となっている。エネルギー施設薬のため無投下を実施している箇所があるが、走行に不便なだけでなく、実際にはコスト高になっているとの指摘もある。欧州自動車道路でオランダ国内を通過しているものは現在13路線ある。 鉄道網が発達しているため、主に地域内交通を担っており、長距離路線はあまり存在しない。鉄道網の切れた地域や、迂回している地域においては長距離路線が設定されている。渋滞や信号待ち等でダイヤが乱れるのを防ぐため、専用レーンや専用信号などが国内各所に設置されており、路面電車が運行されている都市においては、 その起動時期や停留所を共用している場合も多い。アムステルダム近郊を走る30310系統では、一般交通を遮断したバス専用道路を走るものもある。運賃支払いシステム国内交通料金、収受システムにより統一されており、同一の非接触 IC、カード、オーフェイチップカールトが乗り継ぎを含めて利用できる。 2005年よりアムステルダム及びロッテルダムから普及が始まり2009年には全国でカードも購入できるようになるはずであった従来よりの回数券ストリップ・エンカールとは2010年6月廃止された公共交通乗り継ぎ検索サービスすべての鉄道路線及びバス路線の乗り継ぎ検索は1992年より交通省と全事業者が 共同事業として行っている9292リエシンフォミティグレップで行うことができるようになっている。国際バスユーロラインズの国際バスがアムステルダムを起点として、または大都市のバスターミナルに停車して各国へ向かう路線が設定されている。自転車交通が非常に盛んな国であり、自転車道を呼び専用レーン、専用標識、 専用信号などの道路施設も、ドイツと並び非常によく整備されている。また、道路交通規則の適用も厳しく、歩道に併設された専用レーンであっても逆走することは許されず、専用標識、信号を守ることが強く求められる。交差点等で右左折する場合は、手で進行方向を示す行為がかなり普及している。 オランダ鉄道では86カ所の駅でレンタサイクルを行っており、平日の乗客110万人のうち、出発駅まで自転車で来る人の割合は40%、到着駅から自転車に乗る人は10%とのことである。地下鉄では、特別料金を支払うと自転車を乗せることができるサービスを行っている。鉄道も鉄道の総延長は2006年現在、 2 7 9 7トルであり、そのうち、電隔間は2 0 6 4トルである。また、すべての路線が標準機関である。鉄道輸送のほぼすべてを担ってきた、旧オランダ国鉄は上下分離が行われ、2003年にインフラ保有で、国営企業のプロレールと旅客部門は、オランダ鉄道やアライバや、 シンタスなどのいくつかの鉄道会社及び国際輸送を担う、現在のオランダ高速鉄道に分割された。また、貨物部門は、ドイツのレーリオンなどに売却されている。国内のほぼすべての鉄道旅客輸送は、オランダ鉄道によって行われている。地方交通の一部で、アライバ、シンタス、コネククション、DB リージョナルバーンベストファーレン、ビオリアトランスポート、 フリグニツァー・アイゼンバーンなどが運行している区間もある。なお、高速列車は、オランダ高速鉄道が運行している。運行ダイヤは、パターンダイヤを基本として、主要幹線では1時間に8から10本、それ以外の路線でも最低1時間に1から2本の列車が運行されている。列車は、停車駅数の少ない順に、インターシティー、スネルトリン、スプリンター、 ストップトリンである。ストップトリンは通常すべての駅に停車する。列車の座席グレードは2つのカテゴリーに分けられ、価格の高い順に1等車、2等車である。なお、国内路線では座席指定は通常不可能であり、インターシティなどの停車駅数の少ない列車であっても、特別料金は徴収しない。 アムステルダム中央駅を起点として、近隣諸国との間に、いくつかの国際列車が設定されている。ベニラックストリンを除いて、座席指定が可能、または必須であり、特別料金も徴収される点が、国内路線との違いである。高速列車その他の国際列車地下鉄アムステルダムとロッテルダムの2つの都市圏で、地下鉄が運行されている。 路面電車アムステルダム、ロッテルダム、デンハーグ、ユトレヒトの4つの都市圏で路面電車が運行されている。なお、ハウテンで運行されていたトラムは2008年12月に廃止された。近郊列車、ユトレヒトやデンハーグと近郊都市のゾーテルメイアカンを結ぶ近郊列車が両都市圏の地下鉄や路面電車を延長する形で運行されている。 運賃支払いシステム都市交通の運賃支払いは国内交通料金収受システムにより統一されており同一の非接触 IC カード及び回数券が乗り継ぎを含めて利用できる。非接触 IC カードについてはアムステルダム及びロッテルダムより普及が始まったところであり全ての運輸事業者で支払いに利用できるわけではない。なお、最近になって オランダ鉄道の一部路線においても、非接触 IC カードが利用できる区間がある。すべての鉄道路線及びバスの乗り継ぎ検索は、1992年より、交通省と全事業者が共同事業として行っている9292リエシンフォミティグレップで行うことができるようになっている。また、長距離列車及び国際列車の乗り継ぎ検索サービスについては、 オランダ鉄道公式サイトだけでなく、各国の鉄道会社のホームページで行うこともできる。50トン以上の船舶が航行できる水路の総延長は2006年現在、6211km である。オランダには5カ所の主要商業港湾がある。アムステルダム港、アイムイデン港、ロッテルダム港、テルヌゼン港、フリシゲン港である。2008年現在、 挑戦は622席がある。アムステルダムなどの都市部の運河には、住居として係留されている船も、相当数存在する。空港 CIA The World Factbook、トランスポーテーションハット AB 空港利用客数、エアポーツカウンシルインターナショナル統計情報2007ファイナル空港一覧 W,EN, リストオブエアポーツインザネザーランズ定期旅客数。 IATA 統計情報2007道路全長 CIA The World Factbook トランスポーテーション高速道路全長 CIA The World Factbook トランスポーテーション高速道路密度 WEN トランスポートインザネザーランズハイウェイズハットオランダの無投下の高速道路結局はコスト高ポートフォリオニュース http コロンスラッシュスラッシュ www.portfolio.nl スラッシュバザースラッシュホームスラッシュショースラッシュ2952014年2月15日閲覧オランダ鉄道と自転車、NS ファイエッツ鉄道総延長 CIA、ザワールドファクトブックトランスポーテーション水路、総延長 CIA、ザワールドファクトブックトランスポーテーション 公安 CIA アイ e World f a c ク b o トランスポーテーション商戦数 CIA ザワールドファクトブックトランスポーテーションありがとうございます。